最終章や解決。まあもう確かにもう佳境やもんな。黒幕分かったもんな。カズハちゃんの話からすると、コウスケさんは遺産を持って船で逃げる気だ。ってことは今いる場所は遺産のあった地下ラン。俺が行くまで足止めしねえと。何か手はないのか。館の1階から水を引かせた時も地下の水は残っていた。そっちは時差の仕組みじゃない。ってことはこいつは、そうか、分かったぜ。このメーターはあの船の水位を意味してるんだ。つまり地下の水はこの時計塔の散水の仕掛けを使って汲み上げられてるんだ。さっきより勢いよく水位が下がってるのは、俺がリフトを動かすために水圧を変えたから。ってことはこいつをさっきの逆に配置すれば、地下水の汲み上げはうまくいったぜ。これで時間を稼げたはずだ。待ってろよラン。橋の爆破、三つの殺人事件、仕組まれた遺産相続、全ての中心にあるのは利根英次郎が香港で掘り起こした伝説の財宝、大英帝国の遺産だ。そして事件の黒幕、利根康介の狙いも、まさしくこの父親の遺産。今回の遺産相続の狙いは共犯者2名への片見分けなんかじゃない。事実はむしろ全くの逆だったんだ。なんちゅうやつやねん、あいつ。コウスケを、水が、あ、これはこんなの仕掛けの影響か。さっきなんかパネル、前回やったパネルを逆転させた？みんな！ああ、すぐに追いつくはずや。早く逃げねえと。この館は水に飲み込まれちまう。何やって？水位が上昇しとる。俺らが時計塔の水圧を変えたせいなんか。いや違う、水位の変化はその前から起こってたからな。こいつはおそらくコウスケさんの。そうか、レイジの仕掛けやな。ああ。せけど、どうやって脱出したらええねん。外のゴンドラじゃとても。そうか。そう、あれに乗るんだ。みんなを船に集めてくれ。クド、お前は？俺はランを助けに行く。ランに何をした？ラン！心配ない、眠っているだけだ。てめえ。彼女は保険だ。僕が遺産と共にこの島を脱出するまでのね。めっちゃ悪い顔してるやん。全ての時計の針が天に向けて揃えられた時、大英帝国の遺産が再び海へ放たれる。全てあんたの計画通りってわけだな。ん？今回の遺産相続、あんたの狙いは初めから財宝の分け前を取りに来る二人の共犯者の殺害だったってことさ。おお。そのために偽の和彦さんを作り上げ、ヤンさんとクライトさんを呼び寄せて、倉橋さんが二人を殺すように仕向けた。執事というのは果物マイクと言いましてね。フルーツも向くが、使い方によっては人を殺すこともある。僕はキャストを揃えて、ちょこっと背中を押してやったら、倉橋はあのままで人生を閉じるより、ずっと幸せだったからだ。だっ
ったらなぜ高弘さんまで和彦さんに。兄貴は計画の外にいた人間さ。困った男だよ。勝手に探偵を呼ぶわ、途中から和彦を殺すと言い出すわ。おらえ性がないんだ。母親が甘やかしすぎたせいだ。和彦さんのことは期待以上の名演だったね。爪が甘かったな。どの道親子ごめんさ、遺産を受け継ぐ人間は一人だけでいい。父がそうだ。殺人犯は倉橋さんたちで、誘導した自分は無実だと。人の心の動きまでは裁判じゃ立証できない。真実が煙に負けんのかな。あいにくと僕小説家の息子で。水が上がってきた。はよ船に乗り込むんや。まさかこんなことに。秘密を知った連中は残らず海の底に沈めちまおうってことかよ。ダウンは、おいダウンはどこだ。大丈夫や、あの姉ちゃんは絶対に助かる。そういうこと言ったって。今あいつが連れ戻しに行ってる。おっさんの役目は2人が無事に脱出できるよう船の準備をしとくことや。服部様、ああ分かってる。時間ない、早く船に。平次、あとは俺は和彦さんを連れてくる。じきに館中がいっぱいの水で満たされるだ。この館の最後のからくりは全ての水門を解放するものなんだ。そうして僕だけがこの船で島から脱出するというわけさ。せっかよ、今からじゃ何をしても遅い。勝負あったな。ハハハハハ。門が開かないのか。これは計算外だったのかな。どういうことだ。なぜ船が出航しない。なんかやったのか。なぜ海に出るハッチが開かないんだ。貴様、まさか時計塔の水圧を。ああ、変えさせてもらったぜ。さすが。どうやらそのせいで、あんたの完璧な計画にも狂いが生じたみてえだな。さすがや。水槽、このままでは。おお。なんだと。そら貴様、何者だ。俺は江戸川コナン探偵さん。むちゃくちゃだ。ガキが空を飛ぶなんて、俺の完璧な計画が。それ全員のツッコミやで。クソ。まあ飛ぶ必要があったのかどうかはさておき。
アニメ映像や。無茶はお互い様だろ。俺も小説家の息子でね。あ、そっか、優作さんやな。ランネちゃん。よかった、眠らされてるだけか。すごいよく。いや、終わったな。あの、犯人、コウスケさん、どうなったんやろ。あそこに、閉じ込められたままなんかな。それ、ええのか。岡津彦。おい、どうした？ケビンさん、ま、あんまり考えすぎねえこった。罪は罪、罰は罰、でもって人は人さ。ねえ、あなたって本当にただのジャーナリスト？おっと、探偵ごっこはもうやめにしようや。第一、風水師には似合わねえぜ。もう、男って本当勝手だわ。ほんまやわ。なんや、心残りっちゅう顔やな。まあな。コウスケさんのことやろ。あら、しゃあないわ。お前もやることをやっただけやし。ギャンブルは引き際が肝心なのよ。欲張ると命までなくすことになる。ちょっと待って。え、どないした？ほら、あそこ。ん？和田さん、遺産は俺だけのものだ。コウスケさん、よくよく悪運の強いやつだぜ。確かに。兄貴にも和彦にも誰にも渡さないぞ。バカ。平次。お、さすがやな。あれはさすがに去年には厳しいやろ。平次。心配すんな、コウスケさんも無事やで。0時0分00は親の総取りのはずなんだが、残念だったな。いいえ、総取りよ。だって遺産は屋敷と一緒に沈んでしまったじゃない。結局利根英次郎の総取りだわ。確かに、そういや、そうだ。ラン、大丈夫か？新一、大丈夫？ラン姉ちゃん。コナン君。お、起きたんか。ランちゃん平気な？ほんまにごめんな。うん、もう平気。あたしらあっちにおるから、もうちょっと休んでからおいでな。うん。あ、新一。ありがとう。こうして島での事件は完全に幕を閉じた。この後、事件は然るべき捜査を受け、真実が明らかにされるはずだ。海底深く沈んだ大英帝国の遺産を除いて、え、メイリンさん。うん、手紙が来たわよ。風水がちょっとした評判になってて、本気で転職進められてるんだって。当たんのかよ。インチキ風水なんじゃねえのか。そんなことないよ、本当に当たるんだから。あの時本当に聞こえたんだから、新一の声。あ、電話が遠くてよく聞こえねえぞ。あ、ううん、なんでもない。とにかくいろんなことがあって、やっと元の生活に戻れたって感じ。へえ、おめえも大変だったんだな、いろいろと。ねえ、新一。ん？もしかして新一もあの島に来てたんじゃない？
そんなわけねえだろ、こっちの事件で手が離せねえんだから。そうだよね、そんなわけないよね。新一宛ての招待状が落ちてたから、もしかしたらなんて。ああ、大方依頼人が出し忘れたんだろ。やっぱりそうだよね。じゃあな、そろそろ切るぜ。ねえ、いつこっちに戻ってくるの？まだしばらくは戻れねえと思うけど、おめえもあんまり無茶すんなよ。うん、分かってる。ありがとう、新一。じゃあな。さっかりとつなよ。山口勝介さん、このエンディングのためだけにキャスティングされたの。終わった。はい、じゃあこれで大英帝国の遺産終了となります。ということで、今回最終回ということになりますので、はい、今までご視聴ありがとうございました。あ、まあコナンの動画はまたどっかで出すかなとは思うので、またその時はよろしくお願いします。ということでご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは、バイ。